はい、今日はですね、先週ぐらいだったかな、すべてが F になるというね、小説、森博さん書かれた小説をの感想動画を出したんですよ。まあデビュー作、すべてが F になるっていうね。この小説が、まあ僕はね過去何回も読んでて、そのねこの小説の凄さというか、うん、なぜ僕がこんなにハマってるのかっていうことをねちょっとお話ししたいなと思って、はい、います。まあね、ちょっとあの全てが F になるのもうネタバレ編みたいなもんなんですけど、はい、この全てが F になるっていう作品がやっぱり僕はこの S&M シリーズの中で一番光ってるなと思っているんですよ。まあ、デビュー作 S&M 才川先生と萌えちゃんシリーズ、西野園萌え、ね、このコンビのシリーズが10作ぐらいあるんですよ。10、うん、その中でもデビュー作のデビュー作というかこの一番最初にね出版された作品が一番優れてるなと思うのはやっぱりね、優れてるなというか僕がね一番何に驚かされたかっていうとやっぱりねそのトリックなんですよ、うん、そこをねちょっとこう話しておこうかなと思っています。これね、全てが F になるっていう題名はまあ読んでればなんとなくわかるんですよ。ああそういうことかみたいな。僕はなんかまあプログラマーとかねそのパソコンのハードに関してとかちょっと勉強してたことがあったんで、まあすんなり受け入れられたというか、ああそういうことかと。だけどそこには別に大して驚きもなかったんですよ。あそういう意味の F ねみたいな感じ、うん、まあ結局ねその重力進数っていうまあね小説なんても説明してあるけど重力進数っていうの最大値が FFFF っていう F をね4つ並べた数なんですよ。数って言っていいのかな、うん、これね説明するともうめちゃくちゃ長くなっちゃうんでちょっと省きますけど、コンピューターっていうのは要するに原理的にはその0か1なんですよ。そのもともとその半導体を利用して演算する装置なんで、1か0、うん、結局そのデジタルっていうことはそういうことじゃないですか。数値化できるってことなんで曖昧がないんですよ。必ず、うん、正しいか誤りか、それの集まりなんで、原則を語るとその0か1っていうことなんですよ。まあ0か1、0か1の0か1をたくさん並べてね計算するんですよ。それが二進数っていうんですけど、0、1の羅列をね二進数っていうんですけど、それをまとめたのが重力進数っつって、その何だろうな、2つ10っていう桁を表せないから ABCDEF みたいな感じでね ABCDEF って6個作ったわけです。そうすると10とか11とかってならない、1112とかおかしなことにならないです。10の集まりなんでパソコンで。またこれ話すとねまた長くなっちゃうんですけど、まあ、要するにその半導体っていう装置、半導体ってよく言うじゃないですか今ね、半導体の会社がどうのとか、今ね半導体が少ないとかって言うじゃないですか。その半導体っていうのは要するにその半分導体っていう意味ですから、導体っていうのはその
動体と絶縁体っていうのを昔習ったことがあると思うんですけど、動体っていうのは電気を通す、絶縁体っていうのは電気を通さないなんですけど、半導体っていうのは両方の性質持ってるわけですよ。半分電気通すし半分通さないみたいな、要するにスイッチの代わりになるわけです。だから1と0っていうことをその半導体は表すことができるんですよ。電気を通せば正しい、間違いであれば電気を通さないっていうような判断ができるわけですよ。その半導体をたくさん、ね、ギュッとこう詰め込んで、それをいかにちっちゃくできるかっていう争いがあったわけですよ。その本当はね、そんな大きい装置を10101001とかね、そういうの、その正しい正しくないっていう装置を、かつてはすごい大きな装置だったのを、それをギュッとこうもうね、めちゃくちゃちっちゃくしてチップにして、それをパソコンに埋め込んで計算させるんですよ。だまあ結局ね、演算って原始的なわけです。パソコンね、演算装置って10の羅列ですから。それをまあ16進数で表したのが FFFF なんですよ。その最大値からどん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 逆算してって、時間をね 1個ずつ減らしていくと、そのこの小説内に出てきたマガタ式が殺人を犯す日っていうのが出てくるわけですよ。うん、全てが F になった時にこの殺人をするっていうような、まあ、そういう計算でマガタ式が殺人を計画した、完全犯罪を計画したっていう話なんですけど、まあ別にそれって、あ、そういうことね、別に何だろう、まあそれをね、コンピューターが管理している施設内で起こすから、全てね、コンピューターもストップするっていうようなことを計算してるわけですよ。もっとそういうふうにプログラミングされてるわけです、その施設内のね、そのなんていうのかな、制御しているパソコンでは。だからその殺人があった事件からの話なんだけど、この小説は。その殺人犯であるマガタ式という博士は、女性のね、少女みたいな博士は、この計画をもう何年も前から計画してて、その演算装置がゼロになる、時間を計算してこの日に完全犯罪を犯すということを決めて、そこから逆算していろんなことを準備してきたっていうような、まあなんか簡単に言うとそんなような話なんですけど、まあね、そのそこはね、別に大して面白いとも思わなかったんです。で、題名もね、ああそういうことかって感じで、で出てくる登場人物も、あ、出てくる登場人物が僕はすごい、その会話だったりとか、まあね、そういうコミュニケーションだとか、そういうのがすごい面白いからこれ読めてしまうんですけど、実はそのここに出てくるトリックっていうのが、僕はすごいわって衝撃を受けたわけであって、それが何かっていうと、そのね、パソコン内にそのよく侵入してくるウイルスの話が出てくるんですよ、この小説内で。コンピューターウイルスっていうようなね、ウイルス、まあ、コンピューターを病気にさせるようなソフトプログラミングなんですけど、そのプログラミングの中でいろんな、そのウイルスの中でもたくさん種類があるわけですよ。その中にトロイの木馬っていう言われているコンピューターウイルスがあるわけです、まあ、あるんですよ実際。でそれはそのトロイの木馬っていうのは、そのなんだろうな、まあ、小説内でも説明するけど、
木馬のね作り物をその城内にその侵入させて、そこから兵隊が出てきて相手の城を攻めるっていうかね、その外から攻めるんじゃなく一旦内部に入ってからそこからゾロ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 兵隊が出てくるっていうような、まあすごい戦い方なんですけど、それを模倣したウイルスがあって、一見何もしない、何もしない、プログラミングかと思っているのに、時が経つことによってそこのそのプログラムというかね、フォルダーなのかな、そこからこうコンピューターを壊していくようなウイルスが出てくるんですよ。そのトロイの木馬のように最初は何もしないで、じっとしている、プログラミングって言っていいのかな、プログラムなのに、そこから、ある日突然ね息を吹き返したように悪さをするコンピューター、ウイルスが出てきて、プログラミングが出てきてコンピューター内をその壊していくっていう、そういうウイルスがある。それを説明が、冒頭にあるわけですよ、確か小説内で。コンピューターウイルスに関しての説明も出てくる。これが、伏線になってて、実はこのトリックを使ったわけです、マガタ式っていうのは。このトロイの木馬っていうのを人間でやったわけですよ、マガタ式って、その施設内にいるマガタ式自身が、生活している場所っていうのは自分しかいないわけです。もう隔離されてる生活だし、自分も外に出ない、誰からも邪魔されないし自分も邪魔しない、ね、そういう生活、をしていたわけです、その何年も何年も。だけどその場所で殺人が起きるっていう奇妙なね、どういうことだみたいなところが発端になるわけですよ。で種を明かすと、実は真方四季っていうのは子供を身ごもってたわけです。その子供をその施設内で産んで彼女に殺人をさせようと教育したわけです。要するにトロイの木馬なんですよ、自分自身が。自分が、生み出した子供、子供っていうのは誰も知らないわけです。そんな身ごもってなんて知らないわけだから、その真方四季が一人で生活してるところで子供が生まれ、誰も知らないね子供が生まれ、その子供に、自分は、いろんなことを教え込むわけです。その教え込むっていうのが勉強教えるんじゃなくて、人を殺せっていうことを教えるわけですよ。で、なんだけど彼女はそれができなかったわけです、その娘は、娘はそれができなくて、計画が失敗するんですよ。そこは彼女の計算ミスだったんだけど、だから自分が自分の娘を殺して、自分が、殺されたというような演出をするわけです。マガタ自身が殺されたという、もともと始まりなんだけど、誰もいないところでじゃあ誰が殺したんだっていうことになるわけですよね。でもそれは実はそれは自分の娘だったと。で殺したのは自分自身、マガタ四季自身だったっていうことなんですよ。それがまあ一つトリックになってて、でマガタ四季はまあ、その隔離されている場所から逃げるわけです、まあ、これはねまた一つこの時間的な時間というかその、ハードウェアのトリックを使って逃げ出すわけなんだけど、
ここのね、その殺人トリックが僕はとても鮮やかだったんですよ。鮮やかに思えてゾワッとしたんですよね。それが僕のこの全てが役になるという小説の素晴らしいところだなと。ウイルスと、ね、ウイルス、コンピュータウイルスがやってることを人間でやってしまうっていうトリックを使った。これって意外と盲点で、他の過去のねミステリートリックでもやってるかっていうと僕は知らなくて、こんなやり方あったかっていうのもね、ちょっとこうびっくりしたんですよね。だからこの小説の凄さっていうのをもっと広めたい。そう、僕の拙い、ね、説明でちょっとなかなか納得できないかもしれないんだけど、詳しくねウェブ上で説明している人とかもいると思うし、ちょっとねこの辺を詳しく知った人は読んでみるといいかなと思います、ね、なんとなくこう分かってくれたら嬉しいんですけど、その題名がなんだっていうことよりも、このねトリックの鮮やかさっていうのをね読んでほしいなと。もうなんかね、驚き、同年返しの諸説って多いんだけど、やっぱそうやって叙述トリックが多いんですよ。実はここでした、ね、後出しじゃんけんみたいな同年返しが多いんだけど、これは違くて、やっぱり必要な、この事件を解くのに必要なものがやっぱり提示されている。それを使って解く面白さ、本当にミステリーの原点も描かれている。とても好きなんですね。なんで、なんだろう、叙述トリックばっかり読んで面白いなっていうじゃなく、言うんじゃなく、こういうね物理的なトリックっていうのを楽しんでほしいなと思って紹介しました。以上になります。